じゃ、解説の続きを始めるわよ。前回は三国志演義におけるゴツとツコツの活躍を紹介したわね。ここからはゴツとツコツそのものの考察をしていこうと思うわ。この動画は後半だから、前半を見ていない人はそっちから見てほしいぜ。さてこのゴツとツコツなんだけど、他に創作された南蛮の人物と比べ、かなり特別な立ち位置にいることはわかる。ああ、一条二尺とか鱗とか、特別じゃない方がおかしいぜ。人間離れした見た目はもちろん、ゴツとツコツは南蛮の中でも大王のクラスに分けられるのだけれど、他の牧録大王や出汁大王とは違うところがあるわ。名前に、大王、がついていない。そう、出汁大王は、考え、お、枝、のように張り巡らせる大王。牧録大王はかなりこじつけになるけど、傀儡を意味する、デク、と、獣を意味する、鹿。つまり、獣を操る大王、っていうことかしら。南蛮の大王クラスの人物には特徴に、大王、を合わせたネーミングになっているけど、ゴツとツコツはそのパターンに当てはまらない、突骨、という言葉があり、高くそびえる様、という意味になり、骨、を足して、骨格の突き出たでかいやつ、という意味になるけど、その場合、ゴツとツコツ大王、という名前になるのが適切じゃないかしら。すると、ゴツとツコツっていう名前には他の意味があるってことか。そうね、わざわざ、大王、をつけていないってこと。大王クラスで他に名前に、大王、がついていないのは、猛角。猛角は特徴でなく人名であることから、骨格の突き出たでかいやつ、という意味を含んだ人名ということだと思うの。でもそれだったら、突骨骨、になるんじゃないか。そう。ではなぜ、骨、を先にするのか。ここからゴツとツコツのモデルがいたんじゃないかと推測できるの。三国志演義の作者、羅漢中、の生きた時代、ウヤン会、という民族集団がいたわ。ウヤン会、モンゴル帝国時代から史書に名前が見られる民族集団で、モンゴル高原北部からシベリア南部に住んで狩猟を生業としていたわ。獣の乳を飲んで育ち、北方の寒冷地帯に鍛えられた屈強な北方民族の体は、ゴツとツコツのモデルにはちょうど良かったんじゃないかしら。つまり、ゴツとツコツのモデルはウヤンカイ。さらに、高くそびえる様、を意味する、突骨、とかけて、ゴツとツ、ということだな。そこに、人体を形成する組織、もしくは、中心、重要、という意味での、骨、をつけることでゴツとツコツは、骨格の突き出たウヤンカイ。そびえるようにでかい、中心人物のウヤンカイ、という二通りの意味が名前から見られるようになるわ。ウヤンカイと南中の関わりとしては、モンゴル帝国時代、南宋遠征の一環として雲南へ侵攻したことがあったわ。そこで登場するのがウヤンカイ出身のウリアンカダイ。雲南を制圧した後、そこに駐屯していた時期があったそうよ。ゴツとツコツのモデルはウヤンカイかもしれないってことは分かったけど、ゴツとツコツの体は鱗で覆われてたりしたんだろ。それはいくらなんでも人間にはありえなくないか。そこなのよマリサ。ここまでは人物としてのゴツとツコツの考察。ここからはキャラクターとしてのゴツとツコツの考察になるわ。食人かたぎというサイトのゴツとツコツの考察を参考にしてみると、ゴツとツコツのモチーフは蛇と言われているわ。そうか、鱗が生えていて生きた獣を食べるってのは蛇に当てはまる特徴だよな。加えて、義援がわざと敗走する局面で、ゴツとツコツが目を光らせて罵倒するシーンがあるわ。この、目が光る、というのも蛇を連想させる特徴よね。しかもゴツとツコツが死んだのはバンダ、コク。毒川の水の毒に強いところもなんか蛇っぽい感じするよな。そしてここでさっき言った、ゴツとツコツは特別な立ち位置、ということを思い出してほしいの。牧録大王や出汁大王はあくまで南蛮の道を支配する大王ということで、猛角の支配する国の人なわけだけど、ゴツとツコツだけ右下国という、明らかに猛角とは別の国を支配しているわ。つまり、ゴツとツコツは他の大王以上に猛角と対等の立場というわけ。言い換えると、牧録大王や出汁大王は王、だけど、猛角やゴツとツコツは皇帝に近いってことか。そういうこと。そして、猛角と近い立場にいるのがもう一人。
猛角の奥さん、宿友。中国神話の火の神、宿友の末裔という設定で登場する架空の人物よ。火の神宿友は、仙台教に登場する職員と同一であるとされていて、職員は宿友と同じく火の神であると同時に、太陽神であるとも言われているわ。蛇もまた、鱗が光を照り返す様や、閉じない目を鏡に見立てて、太陽と深い結びつきを持つ生き物とされているし、中国神話に登場する下半身が蛇の神、復帰、ジョカ、はミャオ族を中心に、雲南省やタイ、ベトナム、ラオスなど南部で主に信仰されているわ。蛇もまた太陽と同じように信仰の対象だったんだな。上皇文明によって起こったとされる信仰は、太陽、蛇、そして鳥があったとされるわ。太陽の象徴が宿友、蛇の象徴がゴツとツコツであるなら、鳥の象徴は、ウカ国のウカ。エジプト神話の太陽と天空の神ホルスや、アステカ神話におけるワシ、ギリシャ神話の太陽神アポロンに仕えるカラスなど、様々な神話において太陽と密接な関係があるわね。日本神話においても、ヤタガラスはアマテラス大御神の使いとされているし、中国や朝鮮の神話においては、太陽に住む三足というカラスが現れるわ。2006年、湖南省の工業遺跡にて、鳥や太陽の書かれた土器が発見されるなど、特に長江流域においては鳥信仰の色合いも強かった形跡が見られるわね。このように、太陽と蛇と鳥はそれぞれが密接なつながりを持ち、宿友、ゴツとツコツ、ウカ国はそれぞれ信仰対象のメタファーとしての役割を持って創作されたというわけね。そういえば、諸葛亮は牙龍の呼び名を持っていたよな。龍ってのはつまり皇帝の象徴として神聖視されていたわけだから、ある意味では漢民族の信仰と異民族の信仰の戦でもあったわけだな。その時の信仰の対象を倒すという点でも、南蛮遠征は心を攻める戦、であったのかもしれないわね。ゴツとツコツといえばあとは投稿だけど、これも何か元ネタがあったのか。実は雲南省の隣、貴州省に住む少数民族、プイ族の間では、投稿が伝統工芸として伝わっているわ。プイ族の住む地域では、投稿部という、投稿を着て踊る舞踊も伝承されているわね。つまりゴツとツコツやウカ国は架空でも、投稿は実在したってことか。史書に記載がない以上、実在したとは言い切れないし、三国志演義成立後にできた伝統かもしれないから、実際のことはわからないけどね。芸術家であり、プイ族の歴史研究を行っている最小歌詞によれば、南蛮遠征において投稿兵は存在したとしているわ。敗戦の後、わずかに生き残った投稿兵が住居を転々とし、最終的に現在の貴州省に定住したということよ。その生き残った投稿兵がプイ族の先祖というわけか。実際、中国大陸南部の密林には猛獣が多くいたでしょうし、貴州省に定住するまで遊牧民的な生活を送っていた投稿兵にとって軽くて丈夫な投稿割にかなっていた装備だから、プイ族のルーツがもしいわゆる南中にあるなら、投稿の存在を信じてもいいのかもね。獣は火を使わないからな。大猛獣戦ならまさに最強の装備だろうぜ。また似たような防具として、刀背という盾があるわ。この刀は富士ではなく羅丹のことを指し、つまり羅丹で編んだ盾ということになるわ。具体的な発明時期は不明だけど、こっちは実戦で使われることもあったらしいわ。朝鮮の古武術、シッパルギの中には、この刀背を使う武術もあるわ。韓国語のウィキペディアには刀背のルーツは南蛮とされているわね。刀工の実在性は不明だけど、植物を編んでできた防具は間違いなく実在したってことだな。刀背のルーツが明確になれば、刀工のルーツにも近づけそうだぜ。とまあ、これが南蛮の怪物ゴツとツコツの解説よ。ざっとまとめるとこんな感じ。今回は動画の尺が長くなった分、大幅に制作時間をいただいてお待たせしてしまって申し訳ないんだぜ。後半の考察パートはかなりネットの情報が頼りになったので、今回特に参考にしたサイト、職人かたぎの URL を投稿者コメント欄に記載しています。まだ前編見てないのにここまで見ちゃった人はしっかり前編も見てくれだぜ。
前回もたくさんのご支援、ありがとうございました。ニコニコ動画では広告宣伝数が過去最高記録を更新し、ついに念願の金枠に達することができたんだぜ。両つべでも作者の演技の上達をお褒めくださったコメントをいただき、驚きと嬉しさを禁じえません。とりあえず当面は1クール分に達することと、第100課に記事が作られるようになることを目標に頑張るんだぜ。動画を作り始めた時の目標は1万再生に達する、でしたが、いくつかの動画が無事に達成することができました。ありがとうございます。確かによく考えればそうよね。干拓を推挙した人も金やコネや家柄にとらわれない慧眼を持っていたと言うべきよね。作者もたこ焼き器を持っていたけど、結局ほとんど使うことがなかったわ。このアイスクリーム作るやつ、気になって調べてみたんだが、その正体に迫ることができたんだぜ。1998年、バトルドームでおなじみの佃オリジナル発売。ファーストママ、31アイスクリーマー、税抜き4980円。氷と塩と冷やしたアイスクリーマーで簡単にアイスが作れるぜ。作れる味はバニラ、チョコ、ストロベリー。トッピングも充実してて、お家で手軽に31のアイスを食べられる優れものだ。ファーストママシリーズには他にも、洗濯機、食器洗い機、掃除機、クッキーコンポなど、ワンランク上のおままごとを提供し、より実践的な家事に近い遊びができる少女の憧れなんだぜ。やだ。ちょっと欲しいかも。あまり専門的なことはわからないから言えないけど、録音はすべて自分の家で行っているわ。マイクはオーディオテクニカの ATX3。マイク端子のないノート PC なのでバッファローの USB オーディオ変換ケーブルを繋いでいるわ。録音は、上録。ノイズの削除は、オーダーシティを使っているわね。ご指摘をいただき、今回から MP3 ゲインを使い、声の音量を均一にしてみたんだぜ。いい機材も使ってみたいが、使いこなせるか心配なところで、今は使いやすさだけでこの方法をとっているぜ。これからもバンバン解説していくので、応援コメント、広告、リクエスト、マイリスト、両つべでは評価、チャンネル登録よろしくお願いします。